こんにちは。ですね。またか吉岡里帆だそうです。これは何なのかっていうと、女優の吉岡里帆が1月5日、インスタグラムを更新と。睡眠中にアイネクが寄り添う癒しショットを公開するも、一部から冷ややかな反応が見られていると。誰がシャッターボタンを押したのかな？どんな気持ちでこの写真撮ったんだろう？投稿するまでの過程を想像したら笑える。あざとすぎて引くわ。猫よりも自分を見てほしいって思ってそうなどと、吉岡をあざといと揶揄する声も多数見られている。ネタ振りして自らシャッターを押したのか、はたまた家族が撮ってくれたのか定かではありませんが、他人が撮ってくれた画像を SNS にアップした時点であざといと世間は断定しているようです。また吉岡が寝顔をアップするのは今回初めてではなく、今までもしばしば寝顔をインスタに上げています、いいじゃないですかね。こうした定期的に寝顔写真を公開するような彼女の行動も同性から敬遠される原因なのでは。寝顔投稿を投稿するたびに毎度のごとくあざといと言われているわけだが、ここまで学ばないところを見るともはや確信犯かと浅女が、これは浅女が言ってんのか、そういうことをね、寝顔ショットに突っ込み殺到っていうことですね。いいと思いますけどね。そういう女子はいますよね。寝顔でこう猫と一緒に行って私可愛いでしょって思わせるのは別にいいんじゃないですかね。それは女子であるがゆえね、可愛いってね、やっぱり自分の中でも思ってやることでしょうし、何でしたっけ、吉岡里帆さん、僕去年のね暮れぐらいかな、細かすぎてのモノマネみたいなのあるじゃないですか、石橋さんがやってるやつ、トンネルズのね、ゲストで出てたんですよね。大好きだって言って、あれが東京エレキテルでしたっけ、ダメよダメダメでやった、あの片方の子が吉岡里帆さんが大好きで、吉岡里帆さんのモノマネやってたんですけど、めちゃくちゃ面白かったですけどね。そのあざとさを前面に出したモノマネでしたけど、まあでもそれはそれで個性でいいんじゃないですかね。あざとい系の女優ってね、いますからね。土屋太鳳ちゃんとかもそうだしね、言ってしまえばね、田中みな実さんなんかもまさにそれじゃないですか。なんかそれも一つの僕は名人芸だと思いますけどね。芸能のやっぱり芸だと思いますよ。そのあざとく可愛く見せるっていうコツを知ってるからこそここまでね、のし上がってきてるんでしょうし、僕は別に嫌いではないっていうか、別にそれを批判する必要もないなと思うんですけどね。な感じです。ではでは。